オット・バイトは、ベルリンの盲人の福祉作業所の所有者。ドイツ、ロストックの生まれ。革新的なハンナチ序主義者で、ホロコーストの時代に、多数のユダヤ人の命を救った。没後、諸国民の中の正義の人として、その名誉を称えられた。ベルリンのツェーレンドルフ墓地にある彼の墓碑ベルリン氏より、栄誉墓碑の称号を与えられている。 ローゼンターラー通り39番、バイトの作業所があったところバイトを検証する。プレート彼の誕生後、家族はベルリンに転居。彼はベルリンで父親と同様に壁塗り職人、椅子張り職人としての技術を身につけた。1912年に結婚。二人の息子を持ったが、1921年に離婚。第一次世界大戦の幕開けとともに、 確信を持った平和主義者となり、また聴覚障害があったため兵器は免れた。ただし戦争の末期になって衛生兵として招集を受けた。40歳を過ぎた頃からバイトは目に異常を感じるようになり、その後視力は急速に低下、42歳前後で失明した。全盲ではなく、ものの形がぼんやりわかる程度の視力は残っていたらしい。 彼は、ベルリン盲学校に通い、職業訓練を受けた。様々な職種の中で、バイトは、ウキとブラシ制作を選んだ。1931年頃までに彼は、ウキとブラシ制作で生計を立てられるまでになった。この頃、3番目の妻となるエルゼ、エルナ・ナストと出会う。2番目の妻ヨハンナとは、11928年3月に、 離婚が成立している。エルゼは、当時クアヒュルステンダム通りの最新モードの、婦人服を扱う店で、帽子職人をしていた。1936年、二人は結婚。1936年、クロイツベルク地区のグロースベーレン通り92に、作業所を設ける。従業員を雇えるようになったのは、1939年以降、それまでは、夫婦二人で、 細々とやっていた。1940年代の初め、彼は、ローゼンターラー通り39番に、当時の視覚障害者の代表的な仕事であった、うきとブラシの製造工場を作った。ブラシは国防に必要な兵器の整備に不可欠として、生産物を国防軍に納入する、戦争遂行上必要な企業という認可を、ナツスから得ることに成功した。ユダヤ人が、 強制労働を義務付けられるようになった時、彼らを30人雇用した。彼らのほとんどが視覚障害、もしくは聴覚障害を持っていた。バイト自身は第一次大戦中に受けた怪我のため視力をほとんど失っていた。当時のベルリンのユダヤ人は半数が国外に逃亡したが、一家で亡命しようにも障害者だけ受け入れを拒否され、 家族と離れて残らざるを得ないような時代だった。バイトはこの工場を建前に使い、ナチスへの協力、賄賂を送る、書類や身分証明の偽造など、あらゆる手段を利用して逃げ場がないユダヤ人の障害者を助けようとした。1943年2月27日、ファブリークアクツヨーンにより、警察の車がベルリンのユダヤ人を一斉検挙し、 収容所行きの貨物列車に乗せた。これで、ベルリンから連れさらわれた、ユダヤ人は1万1000人に及んだ。バイトは警戒して事前に作業所を閉めていたが、従業員たちの多くは連行された。どうにか救うことができた、従業員は、インゲ・ドイッチ・クローン、ハンス・イズラエロビッチ、そしてアリス・リヒトの3人だった。バイトは、ホルン家の人たちを作業所の奥の部屋に、 アリスとその両親は倉庫にかくまった。インゲはクリーニング屋の夫妻にかくまってもらった。しかし9ヶ月後に、ホルンは昔の友達に会い、暮らしぶりや隠れ家のことを話してしまう。その旧友は実は密告者で、すぐに秘密警察が来て、ホルン家の人たちとアリスたちも捕らえられた。インゲは見つけられずに済んだ。従業員たちを連れ去られてもバイトは諦めず、 収容所に小包みで食料を送ろうとした。彼が従業員たちに送った小包みは合計150にも達した。大変な努力の末、少なくとも25人が食料を手にすることができた。戦争の終結直前、彼はアウシュビッツ強制収容所に出かけ、女友達のアリスの逃亡に協力した。 中には入れなかったので収容所に出入りできる男を探し出して賄賂を渡し、包帯、薬、手紙を密かに届けてもらった。グロースローゼン強制収容所への死の更新を命じられた際に逃亡に成功したアリスはバイトが借りた部屋にたどり着き、用意されていた洋服とお金でベルリンに戻ることができた。 バイトのアパートは爆撃で破壊されていたが、アリスは終戦までかくまってもらい、米国のビザを取得できた。アリスの両親は生還できなかった。ベルリンが陥落し、収容所は解放されたが、ホロコーストの犠牲者は600万人にも達し、懸命に守ろうとした、従業員たちもほとんどは収容所で命を落としていた。バイトは絶望したが、決して諦めはしなかった。戦後は、 ユダヤ人の孤児のために、孤児院を、また強制収容所を生き延びた人たちのための、老人ホームを設置するのに尽力した。バイトは1947年12月に死去した。1971年9月7日、ヤド・バシェムは、バイトを諸国民の中の正義の人と認定した。1993年、インゲドイチクローンの提唱により、 ローゼンターラー通り39の家の壁にバイトを検証するプレートが設置された。彼のかつての住居は今日ではドイツのナチスへの抵抗運動を記念する記念館となっている。ありがとうございます。